れども、はい、誰が犯人なんだ。犯人は君かな。違う。はい、ということで今回私たちゾーンがこの番組のナビゲーションを務めます。はい、君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月まで出会えるの信じて、最高の思い出を。そしてキッズウォースリーのテーマ曲シークレットベース君がくれたものも大ヒット。オリコンで11週連続ベスト10にランクインし大ブレイク。去年のレコード大賞新人賞にも選ばれました。北海道札幌市出身のゾーンはバンドでもないアイドルでもない新しいジャンルバンドルを作り上げたのです。そして息つく暇もなく新しい時代を駆け抜けていくゾーンのメンバーも実はキッズウォーの大ファンだったのです。私たちもですね、キッズウォーシリーズをですね、はい、もう見ていたんですけれども、はい、見てみましたね。そうだね、うん、お仕事ある時も、はい、学校ある時も録画して見てました。そのドラマの中でも、はい、きっとみんなにとってほら思い出残ってるセリフとか、うん、きっと名セリフがあると思うから、ね、それを一人ずつフリップにまとめてみました。はい、続いて、はい、じゃあ高代ちゃん、はい、いきますよ、はい、これも基本中の基本なんですけど、オスって感じで、あかねちゃんがね、うん、もうなんかすごい、あかねちゃん自身もすごく優しい子なのに、うん、なんか男っぽいところもあったりとかして、ね、また合ってるからね、あかねちゃんね、かっこいいよね、うん、いい、多分これからもまたキッズをやって流行るね、夏はいつもオス。いきますよ、私はこれ、じゃじゃん、ボコボコにしてやりなさい。そうだ、おばあちゃんか、やっちゃいなさいぐらいのさ、うん、まあ、抑えてても言うじゃん、うん、でもボコボコにしてやりなさいとかね、強いおばあちゃんも、やっぱりみぞはおばあちゃんを押した。ボコボコにしてやりなさい。締めはやっぱり来た。あかねが好きだ。太字になってるよ。太字だ。これさ、うちら見てた、みんなでキャーッ。こっちがのやつだな。こっちが今やキッズウォーのテーマ曲ともいえるゾーンのシークレットベース君がくれたものはスペシャルでも最高の場面で流れてくるんです。なんと、はい、今回のスペシャルでも、はい、私たちゾーンのですねシークレットベース君がくれたものを使ってくださるということなので、ありがとうございます。感激だね。はい、スペシャルも必ずゾーンを見たいと思いますので、はい、早く早く早く、早く見たい、早く見たい。今までの今池とはね、うん、全然違った雰囲気で、しかもキッズウォーがサスペンスなんて今まで見たことないからね。そうだね。どんな風にあの元気な今池が謎に迫っていくのか、それが楽しみです。なんといっても一番気になるところは翼くんとあかねちゃんの恋の行方ですよね、もちろん。はい、はい、どうなるんでしょうかね。あの二人はどうもね、いまいち素直になれないからね。どうなるのかも気になって夜も眠れないんですよね。はい、あの二人は結ばれるんでしょうかね。ドキドキも、ね、そこもドキドキで、うん、みぞは見たいと思います。舞台が信州ということで、うん、はい、温泉の場面とか出てくるのかな。そう、あとさ、私たちの住んでる北海道に似た風景も出てくるのかなと思うんだよね。私たちもなんか一度ドラマのロケ現場に行ってみたいな、ね、うん、ね、温泉ロケ行っちゃうよ。スペシャルでも出演者たちの息はぴったり。撮影も順調に進み、ラストシーンの撮影。どうしたわかね。あいつ昨日帰っちゃったしな。あかねちゃん、どんな最後が待っているの。それは秘密で見てからのお楽しみ。まあでもすごい面白い展開になります、これは。早く秘密が知りたい。気になるキッズウォースペシャルは7月20日。今池が夏の信州で巻き込まれた殺人事件、それを家族が力を合わせていかに解決していくかが見どころ。それではここでキッズウォースペシャル心理テスト。今回のサスペンスで登場する怖いシーン、もし同じように深夜の学校にいるあなたが恐怖体験をするとすればどれ。1番、校長室の肖像写真が笑う。
2番美術室にある銅像の目から涙が出てくる。3番理科室にある骸骨が動く。4番水道の蛇口から血が出てくる。テストの結果はこの後すぐ。あなたは何番を選びましたか？優しさに初めて出会った頃はこの胸の奥が輝く感じ。なぜかひとしずくの涙。はい、今回のゾーンのシングルなんですけれども、タイトルをせーの、ひとしずくということです、はい、7月17日に発売ということで、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。見てください。さあお待たせしました。この心理テストでなんとあなたのケチケチ度がわかるんです。あはケチだよ。みそみそケチだ。ケチケチの、はい、1番肖像写真が笑うを選んだあなたはつい衝動買いをしてしまう。そんなあなたは浪費家タイプ。はいはい。2番銅像から涙が出るを選んだあなたは人におごるのが大好きな気前の良いタイプです。出費にはご注意。3番骸骨が動くを選んだあなたはちょっとした物音にもドキッとする小心者、倹約家タイプです。4番水道から血が出るを選んだあなたは蛇口からジュースが出ればなと思うほどすごいケチです。これは、そう、あなたはどれだったでしょうか？試してちょ。無理やりや。前らそれでも男か。さまざまなサスペンスが繰り広げられるキッズ王スペシャルは7月20日午後2時から2時間の超拡大バージョンでお送りします。殺人事件に援助交際、そして茜と翼の恋の行方は、さらに女子大生をめぐる一平と健一の恋のバトルは、キッズ王スペシャルは絶対見逃せない。